やっぱりラーメンライスは最高ね。企画終了のお知らせ。炭水化物に炭水化物は最高なんだぞ。そうなのよね、ラーメンの締めはやっぱりライスよ。もう帰っていいですか？ふふ、冗談よマリサ。今回からカップラーメンライス以外の代替案を当チャンネルが提案するわよ。母ちゃん選手権開催なんだぞ。カップラーメン茶碗蒸し、略して母ちゃんだぜ。今回のカップラーメンはこちら、日清カップヌードル。まあ初回だから予想していたというか、奥さんというか彼女というかサイ君というか、ひろゆキッズかな。それってマリサの感想ですよね。ひろゆキッズだな。早速作っていくわよ。まずは普通にお湯を入れてカップヌードルを作るわ。作ったんだぞ。じゃあマリサ、麺だけ食べてほしいわ。具材とスープは食べちゃダメなんだぞ。嫌な役回りだぜ。ほい、食べたぜ。よし、いい感じね。それじゃあ、これからが本番よ。カップに直接卵を入れるわ。そして箸でしっかりとかき混ぜる。混ぜ終わったら、耐熱容器にスープを移すわ。この後レンチンするが、容器のままでも大丈夫だぞ。容器のままで作るなら、あくまで自己責任で頼むぜ。移したらカップにラップをかけてレンチンよ。今回は500ワットで90秒温めたぜ。温めたのがこちらよ。しっかり固まってるんだぞ。じゃあ私が食べるんだぜ。マリサは麺食べて満腹だろうから私が食べるわ。これは何腹ですか？中もしっかり固まってるわね。味が気になるんだぞ。それでは、いただきます。すごく茶碗蒸し、語彙力なさすぎ。文字通りカップヌードル味の茶碗蒸しって感じよ。じゃあ私が食べるんだぞ。そこの方は固まりすぎず、トロッとしているようだな。チャーシューもすくい上げて一緒に食べるんだぞ。いただきます。すごく茶碗蒸し。お前らもう船降りろ。カップヌードルの具材がアクセントになってるんだぞ。具材は残しておいて正解だったわね。麺だけ食わされた私の身にもなってほしいんだぜ。カップヌードルのチキンベースのスープが卵とよく合っていてとても美味しい母ちゃんだったわ。それじゃあ採点の時間よ。と言ってもこちらは今回が初回だから、基準として80点とするわ。カップヌードル母ちゃんを基準に今後の母ちゃんの良し悪しを判断するんだぜ。これより美味しい母ちゃんが出てくるのか楽しみなんだぞ。次回は私も食べたいんだぜ。当チャンネルは水曜日に母ちゃん選手権、日曜日に通常のお料理動画を投稿しているわ。日曜17時も要チェックなんだぞ。気に入ったら高評価とチャンネル登録をお願いするんだぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。